はい、皆さんこんにちは。今日から新コンテンツ始まります。細井さんと一緒にやっていきたいなと思ってるんで、題してアフリカを知っていこうのコーナー第1弾ということで、はい、今日はどこの国を語るんですか？今日はじゃあ南アフリカやろうと思います、はい、私もねよく行っていたというか数少ないね、はい、経験ある国ですから、はい、で人気もあるしね、はい、注目度もあるからまず南アフリカから行こうかと思ってます、うん、なるほど。南アフリカってアフリカの中でも経済的には発展してるような国なんですかね？そうですね、まあ、経済面で言ったら一時期はアフリカの4分の1とか半分とか言われたくらいもあるような、もうまあ他が貧しいからっていうのもあるんですけどね、まあ、ちょっとね例外的な部分もたくさんあるような国なんですけども、まあいいところもあり悪いところもありっていう国なので、まあ、その辺話していければなっていうふうに今日は思ってます。はい、わかりました。じゃあ今日 の, お話いただくところはどういうお話なんですかね？まあ、まず経済じゃないかなって思うんですよ最初は、はい、っていうのは多分あんまり日本人アフリカ興味ないでしょっていうところで見たときに、はい、経済からまず何でも入っていくじゃないですか。ビジネスチャンスがあるとか、なんかこれからアフリカの資源を取っていかなきゃいけないとかいろんなところ考えたら、まずは経済見ていくのが筋かなっていうふうに思うので、今日はね南アフリカの経済から入っていこうかなって思ってます。一番わかりやすい経済の指標っていうのは GDP ですね。国内総生産っていうのを見て、はい、まあ、日本なんかずっとあんま上がらないままっていうふうに言ってるんですけど、うんうんうん、これね南アフリカの一人当たり GDP っていうのを世銀の資料からこれ持ってきました、はい、で見てもらいたいんですけど、94年アパルトヘイトが終わった年っていうのは、まあ、大体一人当たり4000ドルぐらいなんですね、うん、でその後2008年になってみると、まあ、大体6000ドル弱くらいってことは、まあ、単純に考えたら 1.5 倍になってるんですよ GDP が、はいはいはい、すごくないですか？これ確かにすごいですね。めちゃくちゃ伸びてるんですよ。確かによそと比べなきゃ分かんないんで、これ見てもらうと、はい、これは他の国と比べたもんですね、うんうん、でさすがに先進国平均よりかはやっぱり劣るんですけど、うんうん、まあ低中所得国っていう、まあ、要は途上国ですよね。これキャッチアップしてるけどまだそれよりかは数値的には高いし、うんうん、はい、アフリカ一般から見てみたらもうなんか全然段違い、なるほど、倍以上 の収入を得てるっていうのが分かるので、まあ、そういう意味ではすごく南アフリカの、まあ、経済発展という面では数値はすごく良くなっているように見えるわけですね。なるほどですね。じゃあ先進国よりはやっぱり落ちるものの、うん、アフリカの他の地域から比べると圧倒的に高くない？圧倒的に高いし、行ってみて思うんですけど、はい、あんまりね先進国と変わんない気がします、うんうん、あ、そうなんですね、うん、すごく発展してて、それは一面でしかないんですけどね、うんうん、後で話すようにすごく発展してて、はい、ここアフリカなのって多分思うと思うんですよ。具体的にどういうものが先進国なんじゃないかなって感じるんですか？インフラとかね、あとはまあ建ってる建物とかっていうので、今ここに用意したのケープタウンの建物なんですけど、なんかビジネスビルが建っててすごいいっぱい摩天楼みたいなのが建っていて、それで鉄道とかもねすごいんですよ。これ見てもらうと思うんですけど、これヨハネスブルグ、まあジョハネスバーグですね、ジョハネスバーグの高速道路も向こうに街があって、もうその取り囲んだり作るような形で高速道路がすごくあるっていうのは、まあどこの街にも見られる風景だし、あとはまあこれジョハネスバーグの空港から行く鉄道とかも、まあ地下鉄みたいなのができてたりとかして、はい、なんか我々の多分一般的にイメージする牧歌的なアフリカとは多分違う感じがするんじゃないかなっていうふうにも思います、うん、確かに日本の情報とかだとやっぱサバンナとか動物とか、うんうん、まあ、そんなにインフラ整ってないんじゃないみたいなイメージあるんですけど、実際はそんなことないと、うん、行くとすごく快適ですよね、はい、だからなんか他のロンドンとかああいうところほどの大規模な感じはしないけど、まあ住んでてそんなになんか不便を感じないというか、普通にこう訪れた感じではあんまり貧しさを一瞬感じない空間っていうのが南アフリカっていうのはありますね。なるほどですね、ありがとうございます。実際南アフリカの産業っていうのはどんな感じなんですかね？一番中心にあるのは鉱山ですね。あ、そうなんですね。金鉱がとにかく有名ですね。あ、そうなんだ、うん、ジョハネスバーグっていうその町自体が、はい、まあ、ほとんど金山の上に立ってるようなところで、そうなんですね、というか金山が見つかったから町ができたんですよね。だからとにかく金山とか、まあ、あとダイヤモンドとかで、はい、そういう貴金属をまあ産出して鉄を産出して、はい、まあ、それを輸出したりとか、あとはそれを使って、まあ、工業製品を作って売って、はい、でその利益を使って銀行とかサービスっていうものを広げていくっていうのがアパ
パルトヘイトの頃から昔からの南アフリカの産業のあり方なんですね。あ、そうなんですね、うん、そっか、まあ、確かに鉱物資源とか、うん、そういったものが潤沢であると、まあ、確かにそういったことはできますよね。そうなんですよね、うん、でそれをもとにいっぱいいろんな会社が立ってるから、はい、それからあとはまあ農業とかもちゃんとしっかりしてるんですよ。これはあの、あ、そうなんだ。そうなんですよ。ケープタウンの近くにあるステレンボッシュっていう町のワイン蔵行った時の写真なんですけど、はい、最近日本でも見ません？南アフリカ産ワインとかって。いや結構よく見ますね。そうそうそう、そんなにあの高くないけど美味しいワインがあるじゃないですか、はい、ああいうの作ってたりとかっていうのもあって、はい、アフリカってあのモノカルチャーって一つ、例えばコーヒー作ってる国だったらコーヒーだけとか、はい、カカオだったらカカオだけみたいな国多いじゃないですか。そうですね。そういう中では多角化に成功してる国の一つですね、はいはい、なるほど、うん、そうなんですね、まあ、確かにおっしゃる通りで、まあ、ウガンダだったら〇〇とか、うん、他の国だったらこれみたいなのがある一方で、南アフリカはそのモノカルチャーじゃなくてマルチにやってるような感じですね。そうなんですよ。だから南アフリカの名産何って言われると、はい、ちょっと困るというワイン美味しいけどね、ワインだけじゃないから何でしょうねみたいな感じになるんですけど、まあ、とにかくその産業はバランスがいいし、はい、それなりにいろんなものが整ってるっていうのは確かだと思いますし、はい、それであの周辺国に対してもね、こういう企業っていうのは進出してるんですよ。あ、そうなんですね、うん、これ有名なのはね、うん、MTN っていう通信会社、まあ、携帯電話会社ですよね。見ませんか？出た、あの黄色いマークですよね。そうそうそう、あれです、あの黄色と緑のやつ、ね、はいはいはい、あれも南アフリカのところから出てたりしますし、あと、はい、まあ、世界的な企業もたくさんありますよね。デビアスって、はい、ダイヤモンドの会社。わかんないです。それどんな会社なんですか？ダイヤモンドの卸というか、あの、はい、販売してて、ダイヤモンドの輝きは永遠にとかよくわかんないキャッチコピー、はい、多分我々の親ぐらいの世代が知ってるんじゃないかそんなのとか、はい、まあ、あとはアングロアメリカンっていうのはその鉱山で、はいはいはい、あの財を成した会社だし、うん、それから今買収されちゃったけどサブミラーって、はい、ビール会社、世界最大と言われたビール会社なんかもサブってあのサウスアフリカンブルワリー、はいはい、南アフリカの醸造会社っていうのでサブミラーっていうのがあったりとかっていうので、結構ね探すと南アフリカ発祥の企業とか周辺国に行ってる企業っていうのは結構あるんで、まあ、そういう富が集まるっていうところでも、うん、南アフリカっていうのは有望視されてるというか注目されてますし、他になんか産業とかって有名だったりしますか？まあ、あと産業っていうと、まあ、いろんな会社、外国の会社ですね、トヨタとかでもそうですけど、そういうところが拠点作ると、はい、アフリカ拠点みたいな工場をいっぱい作るわけですよ。そういうのの下請けみたいな感じで作って、はい、まあ、アフリカ中に輸出したりとかっていうのもあるから、はい、南アフリカのっていうとちょっといろいろ語弊があるかもしれないけど、うんうん、とにかく南アフリカからいろんなものがアフリカ中に出ていってるっていうのはあるかなっていうふうに思います。なるほど。アフリカに進出するときは南アフリカを拠点にしてやることが多いんですか、うん、そういう傾向が多いんですか？やっぱりさっきも見せたように、うん、インフラいいから、はい、なんか道もないところにいきなり工場って作れないじゃないですか。確かに、うん、だけど、まあ、港があってそれなりにしっかりと働いてくれる行政機関があると安心して出られるし、うん、はいはいはい、それから駐在員の人たちだってあんまりその何もないところに行けって言われてもきついけど、うんうん、確かに一通りのもの揃ってるから、はい、やっぱり行きやすいですよね。で英語も通じるというか、英語公用語だから、はい、あのみんな英語普通に使ってくれるっていうのでも魅力的ですよね。だから共通の言語が使えて、うん、かつインフラも整ってて生活に不便がないっていう観点から言った時に、そうそうそう、そこを拠点にすることが多いってことですね。そうですね。だから、まあ、まずはゲートウェイとかっていうふうに言いますよね。いろんな国が、まあ、アフリカでゲートウェイになりたいっていうふうに頑張ってますけど、まあ、まだ今のところ南アが一番強いんじゃないっていう気はしますね。なるほど。今後もなんか伸びていきそうな感じなんですかね、うん、南アは。そういうその投資の引き付けとかもすごく積極的にいろんな政策を取ってくれてますから、うんうん、そういう意味ではなんか伸びていきそうな感じもするし、まあ、一見するとすごくいいように見えるんですよね。なるほどっすね、うん、ちなみに細井さんは、まあ、今南アフリカの研究とかされてるかもしれないですけど、うん、証券とかその証券取引所とか、うん、そういった視点でもなんか見たりするんですか、南アフリカは。あ、まあ、私はね政治だからそんなにそっちは見ないけど、うんうん、でも個人的には一時期南アフリカのその株って、はい、ニューヨークストークの買ってましたよ。あ、そうなんですね。勉強しようと思って買ってたことありますよ、はい、で、まあ後で話しますけど、はい、あまりに不安定でやめたそれは、企業の売り上げが不安定なのか、うん、それともランドっていう通貨の部分が不安定なのかというとどっちになります？
まあ、通貨というか、まあ、いわゆるカントリーリスクっていうのがありますよね。その国特有のいろんなのっていうのが、はい、あの問題になるときってあると思うんですけど、はい、どちらかっていうと南アの場合には特にね、はい、2018年ぐらいまでっていうのは、はい、その国特有の事情がものすごく上がり下がりに影響していて、はい、こんなの付き合ってらんないと思ってやりました。あ、そうなんですね。もうちょっと自分のお金入れんなら安心できるところがあるなと思って、はい、そこはちょっとねシビアに、南は好きですけど、うんうん、ちょっとそこはシビアになってやめたっていうことがありますけど、はい、まあなんかそういう国ですね、うん、なるほど。さっきもおっしゃっていただいたと思うんですけど、南アっていうところは、まあ、インフラも整ってるし環境もいいんで今後の発展っていうところも全然見込めるって感じなんですね。そうですね、はい。まあ、だからたくさんあのジョハネスバーグストックですね、証券取引所ですけど、証券取引所にもたくさん企業は上場されていて、うんうん、まあ、アフリカに投資しましょうって言ったらまず南アフリカなんじゃないですかね、うんうん、で実まあ、よく聞きますよね、うん、そう。実際例えば日本でアフリカ投資しようっていう時に個人でやる時に現実的なのは、うんうん、あのニューヨークストックに南アフリカの株を全部買うっていう、はい、インデックスファンドが売ってるんですよね。それは南アフリカだけですよね。ジョハネスバーグストックの上位100銘柄みたいな感じで、はい、作ってるのがほとんどで、他のアフリカの国は入ってないですよ。ああ、そうなんだ。そう、そういうのもあるぐらいで、はい、とにかく南アっていうのはなんか、まあ、優等生みたいなところはあります、はいはい。そこはいいんですけど、でもやっぱりいろんな問題っていうのを中には抱えていて、いつ爆発するかわからないみたいな怖さっていうのが実はまだ残ってる国でもあります。わかりました。じゃあちょっと次の動画では、まあ、いわゆる暗い部分ですかね。そうですね。南アフリカの負の部分っていうところをお話しいただいて、まあ、もちろんいい部分っていうところが今の、うん、まあ、動画で、まあ、いわゆる経済に関してしっかりと整ってるよっていうところだったと思うんですけど、そうですね、次の動画では負の部分をお話しいただこうかなと思っております、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。